皆さんこんにちは。私はパク・ジュンと申します。今日から皆さんに、日本全国に皆さんが誰でも簡単に楽しく韓国語が勉強できるように、これから韓国語の授業を設営して皆さんにお届けしたいと思います。簡単に私の紹介をしますと、名前は朴正浩と申します。韓国の名門大学で日本語を専攻して、今は現役の日本語講師として活動しています。ソウル出身で標準語を駆使できるというところがところと皆さんに韓国語はすごく難しいと言うんですが、一番分かりやすく教えるのが私のモットーなんで、私と楽しく勉強していきたいと思います。皆さん、韓国語はすごくみんな難しいという、と言いますが、私は日本語を専攻して韓国語を教えてる人として、韓国語と日本語は同じ人が作ったんじゃないかなというふうに思うほど似てるところがたくさんありますね。まずはこう順番が一緒、順番が韓国と日本語と全く一緒というところと、あとこう漢字語、同じ漢字に基づいて作られた言語なので、似てる単語とか発音がすごく多いですね。例えば無理だとかカバン、気分、トロとか、たくさんあって、そこもすごく楽しく勉強できると思います。過去は発音が多くて表現が豊かとか、表現が多いところがちょっと文法とか複雑で難しいんですけど、私が分かりやすく説明しますので、これから楽しく勉強していきましょう。簡単な紹介をここまでにして、まず勉強する前に、まずはこの漢方の文字ですね。文字は気音母音と、地音、そして構成母音、そして発音、これを5回に20分の5回の授業で皆さんに誰でもこれを見たら韓国語が話せるように、5回の授業でちょっと構成をして皆さんにお届けしようと思います。まずはちょっと授業を始める前に皆さんにちょっと説明したいのが、これちょっと消しますね。韓国語ハングルって言葉があるんですけども、皆さんこれはイコール一緒だと思いますか？これよく同じように使われてる感じがしますが、今日韓国語、ハングルを勉強しましたって同じように使われるようですが、実はこれは違いますね。これハングルというのは韓国語のこの文字のことをハングルって言います。だからこれはイコールではありません。これはちょっとハングルは韓国語の文字っていうのははっきりと覚えてください。じゃあ教材は今日本で一番売れていて分かりやすいこのできる韓国語、これを持ってちょっと、勉強したいと思います。今日はまず一番最初に勉強したいのは気音母音ですね。気音母音から、皆さんにちょっと紹介します。
じゃあ、日本語は漢字がすごく多いじゃないですか。私は日本語を専攻して、漢字それぞれ音読みと訓読みがあって、こうひらがなをマスターしてもこう文章が読めないですよね。でも韓国語はこの漢字、あ、漢字じゃなくてこの文字、ハングルさえマスターすれば、意味は分からなくても何でも読めるようになる。そこはちょっと、日本語よりはちょっとありがたいところではないかと思いますね。で、この20分の5回の授業でこの韓国語、ハングルが読めるように教えたいと思います。じゃあまず簡単な韓国語のこう仕組みについて説明をしますと、子音がありますね。子音、そして母音、これ漢字して合ってますか？私漢字がちょっと苦手で、これか。じゃあ子音と母音を組み合わせて一つの文字になります。この母音は、子音の右に切ったり下にも切ったりしますね。これが一つのパターン。じゃあ次はこの子音プラス母音、さらにまた子音が来るんですよ。また子音が、これがパチンっていうものですね。パチンっていうもの。だから例えば子音がこれがあって、次に母音が来たり、あるいは子音があってこの下にまた母音が来たり、こんな形が一つの文字、発音が出る文字になる。じゃあ次はこの文字にさらにこの子音がついて一つの文字になる。これが日本語にないパッチンでやつで、発音がなかなか難しいですね。この二つの仕組みで韓国語はこの、一つの文字になるってことを覚えてください。じゃあこれから今日勉強する基本母音についてちょっと説明をします。基本母音っていうのはこの線、2つの線でできている10個の基本的な母音を言います。じゃあまずはこの10個の母音、基本母音を書いてみますね。あ、う、い。じゃあこれが10個の基本母音です。じゃあこれがそれぞれどんな発音になるかは、この子音の中で発音のないこの丸をつけて、それぞれ母音の発音がどんな発音になるかをと確認してみます。じゃあこんな形になりますよね。じゃあそうするとまず、全ての母音と子音はアルファベットで英語でどんな発音なのかを覚えれば、あとは組み合わせするだけでその発音がどんな発音になるか分かりますね。じゃあこれも覚えるだけです。覚えるだけ。じゃあまずはこれは、じゃあここから始めますね。これはこの発音がないので、この子音はアルファベットで A です。 A。 じゃあこれはちょっとパスしますね。これもちょっと後で決めて、これはアルファベットの O です。O。 じゃあこれは U ですね。U。 じゃあこれもちょっと後にして、これは I になります。じゃあこの、線がもう一本ついてるんですけど、これは英語の Y の発音になります。Y の発音で考えれば分かりやすいです。じゃあ Y なのでこれは YA になります。YA。 じゃあこ
これはちょっと後にしますね。これは日本語にありません、発音が。じゃあこれを、じゃあこれが O なので線がもう一本あるので、これは YO になって、これは Y になりますね。じゃあこれも Y が前についてきて YU になって U になります。じゃあそうするとここから読んでみましょうか。これはあ、や、お、よ、う、ゆうになりますね。じゃあこの3つ、これが日本語にない発音なので、注意しなきゃいけない発音になります。じゃあこれは私はこんな風に結びつけて位置も説明をするんですけども、まあいろんな本とか見ると同じようにこう O というように表記してるんですけども、これは全然違いますね。これは O なんですけども、これはこれよりポイントは口を O より開けること。開けることがポイントになります。それでこれは O、 これは O になります。 O、 私はこれはちょっと私が考えた表記は口を開ける O になるので、こんな風に表記します。こんな風に表記して、これは漢字に口が丸くなって唇が出ますよね。で O ですけど、これは O になります。 O。じゃあこれがヨですよね。ヨ、これもこんな風に結びつけて、これはヨで、これは口を開けるからヨになります。ヨ、どうですか、この表記分かりやすいじゃないですか、うん、じゃあ最後に残ってるこれ、これは私はこれとこんな風に結びつけます。じゃあこれもいろんな本とか見ると同じように今日表記してるんですが、私はこれ見るともうムカつきますね。これは絶対同じ発音ではありません。こう表記すると本当にこれは危ないですね。じゃあこれはまあウーにウーなんですけども、これはポイントはウーより下の唇伸ばす、下の唇を横に伸ばすのがポイントになります。だからこれは完全に唇が丸くなってウーになりますよね。でもこれは下の唇を伸ばしてウーになります。ウー、だから最初皆さん勉強する入門者はちょっと慣れてないので恥ずかしくてぎこちないと感じるかもしれませんけども、口の形をはっきり伸ばして発音するのが綺麗ですね、うん、だからこれは私は口を横に伸ばすのでこんな風に表記します。ウーを横に伸ばしてウーって、うん、私がこれを発明しました。これちょっと特許を出そうと思ってるんです今、うん、じゃあここからもう一回読んでみましょうね。あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、い。じゃあ皆さんいかがですか？この3つの星のマークがついている3つの発音をちゃんとこれと区別して、やっぱり常に意識をしないと同じ O になっちゃうので、このポイント、これをちょっと覚えて発音するようにしてください。まあ基本母音について、まあ、短い時間簡単に紹介したんですけども、理解できましたか？まあそうですね、じゃあもう一回、私について読んでみてください。この、違いの発音をはっきりちょっと区別をして意識して発音するように。じゃあ、あ、や、お、よ、う、
よ、う、ゆ、う、い。さあ、皆さんどうですか？綺麗に発音できましたか？さあ、この基本母音で組み合わせてる、単語があるんですね。その単語いくつか書いて、読んでみましょう。じゃあ、じゃあ皆さん韓国語を書くときはポイントは、まあ、日本語と一緒ですね。基本的に左から右、上から下に書くのは一緒なんですけど、韓国語の魅力は私はまっすぐ書くのが綺麗だと思いますね。逆に私は日本語を専攻して今まで10年以上勉強してるんですけど、日本語の魅力はやっぱりこう一気で書けるというところですね。例えばシュッ、こう曲げたりシュッ、曲げたりしますよね。一気で書きますよね、シュッ。まあ日本語これが魅力だと私は書くときにとにかく気持ちがいいと。でも韓国語はこんな風にまっすぐ、あの丸もまん丸で書くの方が綺麗ですよね。あの皆さん独学で勉強すると、まあ落とし穴に、落ちるのが、まあ、本だけ見てこんなように書くとか、あるいは丸を、まあ、こんな風に書くとか、まあ、あるいはこんな風に書くとか、まあ、いろんな形で書いたりするんですけども、韓国の魅力はやっぱりまっすぐ書くのが私は綺麗だと思います。だからこれも丸もまん丸、まっすぐ、あ、いい、こんな風にまっすぐ書くように、それをちょっと皆さん、意識してください。あ、これはあ、いい、子供って意味です。あ、いい。じゃあ、お、いいになりますね。お、いい。じゃあ、これはう、ゆ、牛乳って意味ですね。う、ゆ。さあ、よ、う、きつねって意味ですね。きつね、まあ、女の子をよくきつねに、あの例えるですね、うん。さあ、次はよ、ゆ、日本語とすごくこれも発音が似てますね。余裕を余裕って言います。次はあーや、あやは日本語にこう若い、最近若い子の可愛らしい名前であやちゃん多いじゃないですか。じゃあ、あやはこれ痛いって意味ですね、うん。じゃあこれが韓国語の基本語彙になります。まあ最初の授業はここまでです。じゃあ次の授業も楽しみにしてください。